では、はい、高橋さんです。よろしくお願いします。高橋さん、今日のポイントをお願いいたします。はいはい、今日はですね、ちょっとこう爽やかな感じで、まだこう9月なんですけど、今日は大変蒸し暑いので、島大島の一重なんですけど、大変軽くて涼しくて着やすいです。いいですね、爽やかです。帯は、はい、帯はですね、ちょっとあの色目はこちらのピンク系とかストライプになってるので、その一色を取ってこれ購入した帯なんですけど、ちょっとあの春先の方がいいかなと思うんですけど、今日はちょっとまだ夏の名残があるので、涼しげな感じで帯締めでちょっと、ね、はい、ポイントを取りました。こちらね、濃いめの色で、はい、はい、後ろ姿も見せてください。素敵です。ありがとうございます。はい、はい、森さん、今日のコーディネートのポイントを教えてください。まだ暑いですが、一重の季節なので、ちょっと自分が夏物なんですけど、塩沢の一重を着てきました。はい、かすりですね。はい、爽やかで素敵です。帯はどうでしょうか。帯ですか。帯は今日ね、ちょっとね、暑いのでね、背中汗かくので半幅してきました。あ、半幅なんですね。半幅です。ちょっとね、あのどうしても私色入れたい人なので帯留め赤で可愛くしました。あ、可愛い。ちょっとね、大きなお尻隠すために結構長くしました。素敵。はい、ありがとうございます。はい、はい、工藤先生、今日のコーディネートのポイントを教えてください。ですね、今日はスッキリと柄がちょっと羽のような感じのシュッとこう葉っぱのような羽です ね、 羽ですね、はい、うん、そのような感じなんです。で、同じような感じで帯締めもちょっとやってみました。この帯は、この帯ですね、あのこれは半幅帯です。はい、はい、はい、あ、かわいいですね、娘さんも。はい、ありがとうございます。五十嵐さん、今日のコーディネートのポイントを教えてください。はい、今日も30度になる予報でしたので、夏の季節着れるという試写なんですけれども、春一重と聖火と秋一重で活躍しております。ちょっとあのモダンな風な感じなんですけれどもね、ぼかしになっております。で、帯はこれもまたあの母の形見なんですけれども、ちょっと縦錦のような雰囲気で全通です。私の味方です。はい、そしてあの色目はあの着物と帯と両方に入っているあのグレーを持ってきて、これもずっとこうぼかしになって、あ、ぼかしですね、ちょっと可愛いでしょ。あ、赤くなってる、ね、普通サイズなんですけど、私でもここまで来ました。後ろも見せていただいていいでしょうか。全通なので、ちょっと羽をこう2つにするような感じで結んできました。はい、ありがとうございます。